はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ユーロトラックシミュレーター2ライブ配信始めていきましょう。4月にやった以来の2ヶ月ぶりですね。ほんと久しぶりです。前回がスペインのどこだ、スペインのピーゴってとこからでしたね。ピーゴどこだ、ピーゴは北の方か、ここか、西の方だな。リスボンがポルトガルに入る。レオン久しぶりだよね。短距離行ってみますか。リスボン行きましょう。久しぶりに長距離やってみたいんで、長距離試してみましょう。雨降ってますね。雨は天気雨っていった状況ではあります。長いな、むちゃくちゃ長い。左方向です。なんだ。304キロ。その先、左方向です。左方向です。まっすぐですね。直進です。
2番目の出口です。出口です。ロータリー2番目の出口です。出口です。ナビを再開します。ロータリー。さあ、そしたら回転しないと受けません。配信は Twitch での配信となります。YouTube もアーカイブ、2日後の21時にアーカイブ公開予定です。Twitch ライブ視聴、アカウントのフォロー、チャットコメントお願いします。Twitchライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブに流す YouTube の方もチャット欄に欄にですね、URL 流しておりますので、ぜひぜひアクセスしに行ってください。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。YouTube ライブ、チャンネルアクセス&マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitter もやっております。こちらもチャット欄にアドレス記載してますので、ぜひアクセスの上、まだお方フォローお願いします。マイツイッター、アクセス&アカウントフォロープリーズ。では比較的に行ってみますか。結構やっぱり 重そうな感じですね。まあ、なぜ照明がないんで暗いです。まあ安全運転心がけていきましょうと言いつつ、だんだんとスピードを出してしまって横転につながってしまうっていうのもまた事実なんです。
料金所だ。三重家って言われてますね。車線を走行してください。右に曲がれって言われてます。左車線を走行してください。なんでしょうね。右車線を走行してください。その先。右方向、出口です。なんかもしかしてミスった距離を。右方向、出口です。ルート間違えたかも。料金所なんだろうか。料金所ですね。料金所多いです。まっすぐ行けないのかな。どうなんだ。あ、行けるんだ。
いいですね。あ、右じゃない。まっすぐだ。コインブラ、コインブラ、さあ100キロ切ってあと74キロになりましたが、これはまっすぐだよな。ん？お、なんだ。事故か。これは譲れってわけ？いや、そうはいかんでしょう。突破です。あ、入ってくるやん。ここだけの話なんか。ゴールが近い。
リスボン来ましたね。で、料金、また料金所か。してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。これですね。ロータリー、3番目の出口です。一回ロータリー入らないとダメ。右車線を走行してください。出口です。ロータリー1番目の出口です。出口です。奥ですね。その先、右方向です。ずっと夜なんで。右方向です。その先、左方向です。こっち？こっちっぽい。で、これだ。左方向です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。来ました。なんかレベルのゲージがちょっとデザイン変わったような感じですね。さあ次の目的地に行きましょう。次はどこへ？まずワールドマップでどういうルートをたどったかを復習です。 P5 があって、でポルトの高速通って、合ってるはず。ポルトってまあまだ1回とかその辺しか行ってないんですね。コインブラのあたりを通過。あ、でも特に大きくミスってるってことはないな。距離は問題なし。クイックジョブで、リスボンからスタートです。
タラントってどこだ？すごいな。でもアムステルダムの方が面白そうだけどな。クレルモン、フランスのクレルモンっていうところへ行ってみましょう。あれですね。右方向です。左方向です。1466キロもありますよ。まだ。ロータリー2番目の出口です。夜だよ。どこ？出口です。ロータリー、一番目の出口です。料金所が多いですからね。行かせましょう。旅は長い。
行してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。あ、また料金所だ。料金所？夜間のドライブが本当に多いな。あ、これ自動で支払うんだ。なんかまたなんか起こった。なんだ？事故でも
事故だな。なんかヘリセスナが落ちてる。いいペースですね。夜も明けてきた感じ。いやでも20時52分だから明けてはないんだが、
またあの自動ゲートですね。スペインへ。突っ張られましたね、あの前の乗車に。お、朝日が5時34分か今。すごい右足がしびれる。ちょっと観光が
これは右に向かってる？ひょっとして直進だと思うけどな。合流しますね。右車線を走行してください。その先、出ろっていうのか。右方向、出口です。右方向、出口です。うん。なんか不安定になってきてんな。まあいい感じ、田園地帯っていう感じですね。
車線を走行してください。なんだろうこれ。カーかな。うわ、ダメージを食らった。寝るか。あ、でも燃料がだんだんなくなってきてる。ガソリンスタンドで補給しないといけないですね。ん？料金所か。まっすぐかな。あ、ダメだ。こっちだ。じゃあ。
これは右ですね、多分。あ、右じゃない、まっすぐだ。ん？一車線になるんだ。今幅寄せしてきたな。あ、ガソリンスタンド。これか。まだまっすぐだよな。また料金所。料金所？いや、国境だな、これ。フランスとの。でもお金もなんか出せって言われてます。止まらないとダメ？いや、そんなことはない。ヌーベルアキテーヌ地域圏。
とにかく、また料金上。分かってる。ガソリンスタンドがない。また料金所だ。料金所はあってもガソリンスタンドはない。あれ、ガソリンスタンドじゃないの？だよな。助かった。あれだ。ナビを再開します。ん？さあ、燃料満タンに。直進です。
よかった。また料金所か。左車線を走行してください。3車線ですね。川？出口です。料金所だ。
しかし料金所で結局抜かす意味はなかったんだよな。右車線を走行してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。で、また料金所か。200キロ切りましたね。
もうどうなってんだこれ。なんか逆転してる。パーキングエリアみたいな感じやな。何だったんだろう。83キロ。頑張れ。うん？え？赤なんだ。
これ、いけないんだ。バツついてたんだな。あれ？28キロ。出口です。右車線を走行してください。ロータリー1番目の出口です。出口です。直進です。右側ですね。その先、左方向です。これか。到着しました。お疲れ様でした。
どうだ？いけるか？いった。結構シビアだからな、判定。着地配送ボーナスは結構もらえる。ちょっと地図確認してみましょう。リスボンのところ出発して、多分この道を通っていったんでしょうね。サラマンカとか、でバイオンヌあたりでフランスへ入って、ボルドーあたりを通って、ここで右折、で曲がってすぐ右へ行って、でここですね、この家違っているとこは。で最後右へ曲がって、ここですね、クレルオンフェルラーは。どうなんだ、オルレアンまでは。行ってみましょうか。どこが出口な？右ですね。これか。開くはずなんだけどな。開いた。左方向です。その先、左方向です。左方向です。174キロか。
がり1番目の出口です。出口です。ロータリー2番目の出口です。ロータリー1番目の出口です。出口です。車線を走行してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。直進です。なんだろう、ロータリー3番目の出口です。ロータリー、本当だ、ロータリーになってる。
全然差がつまらない。さあ、オルレアンですね。右車線を走行してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。
ロータリー4番目の出口です。出口です。ロータリー2番目の出口です。出口です。右車線を走行してください。その先、右方向です。右方向です。左方向です。ん？左？到着しました。お疲れ様でした。20分ぐらいで到着ですね。セーブしとこう。28日。ここかな？出たのは。ずっと北に行って、ここで高速出てオルレアンですね。ということで、フランスやってきました。パリはもう目の前っていうとこです。私があんまり行ってないな。北はご覧の通り。
はい、ということで、20万か今。こんな感じでエンジンなんかをパワーアップできるわけですけど、まあ、あとは、ガレージマネージャーか。ルクセンブルグはガレージスロットはすでに動いて、動いている。もう一つがダブリンだっけ。ダブリンはまだ3代目ですね。結構な値段ですよね。トランスミッションはこのままで用意。からはご覧の通りで、あとはパーツですよね。まあこういうふうに買うことはできるわけですが、もうちょっとやっぱお金欲し貯めてからの方がいいかな。23万ですからね。1週間すると同じぐらいのお金貯まりますんで。それまで待ちましょう。1.7。あんまり評判良くないのか。ということで、今回はスペイン、イベリア半島から、ポルトガルも行きましたからね、イベリア半島はもう出てフランスへと行きました。今オルレアンにいます。これからどうするか、東へ向かうっていうのも一つ手ではありますね。いろいろ考えたいと思います。と言っても2ヶ月ぶりのユーロトラックシミュレーターだったから、そんなに
本当に久しぶりだったのも事実ですからね。また時間が空いたらやっていきたいと思います。今回まあ原神できなかったけど原神もやっていこうと思いますので、お楽しみにということで、ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチ、今後ともライブウォッチアカウントフォローお願いいたします。チャットコメントもぜひお願いします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは YouTube に流します。ツイッチのチャット欄に YouTube のアカウントのリンク貼ってございます。ぜひアクセスしていただいてチャンネルフォロー、高評価お願いいたします。 YouTube チャンネルビジット&サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ツイッチのチャット欄にはツイッターのリンクもございます。ぜひこちらもアクセスお願いします。まだ分かったアカウントをフォローお願いいたします。ツイッチマイアカウントフォロープリーズ。久しぶりにユーロトラック、シミュレーター2遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。